はい、ですね、JT 日本タバコさんから、34期、配当がね、配当が支払われますよっていう、中間配当計算書なるものが送られてきました。1500円ですね。まあ、ミニ株で20株だけ持ってるので、1500円になります。まあ、そこから、税金取られるんですけど、それにね、同封されてたのが、なんだこれ、業績報告書。業績報告書も同封されてましたね。為替一定ベース。見込み。まあ、いろいろあるんです。こちらね、今映ってるのは、配当金は年140円から150円になる予定とのことです。10円アップ。嬉しいですね、10円アップっていうのはね。まあ、ただ株価的にはちょっと低迷してるような気はしますけど、業績サマリーなども載ってますね。GFB 販売数量。GFB。どういうことだろう。自社タバコ製品売上収益。財務実績。調整後営業利益。ここは、JT とか、主力ブランドシェア、メビウス、ウィンストン、セブンスター、アメリカンスピリット。アメリカンスピリットって1.8%なんだ。メビウス、やっぱり3割がメビウス。ウィンストンが8%。ってとこですかね。医薬事業。お、医薬事業はなんか、こう、少し、上向きですね。医薬事業。まあ、医薬事業がどれぐらいのウェイトなのかが、ちょっとわかんないですが。まあ、主力ではないでしょうね。財務諸表。まあ、機体のプルームテックさん。プルームテックですね。機体のプルームテック。全国で販売開始。これは明るいニュースですよね。プルームテックさん。工場見学会だって。行ってみたいな。JT 北関東にて株主向け工場見学会。2000名を超える5、あ、2000名の応募者からやっぱ抽選なんですね。抽選か。いいですね。こんなの行きたいな。早く単元株に持ってって、あ、僕ね、この間30株買いまして、今、この時点では20株なんですけど、30株買いましたの、買い増ししたので、今50株持ってますね。加工食品、ライスバーガーだって。お、いいね。麺屋武蔵。お、ちょっと食べてみたい。ご飯系の食品。いいね。株主優待。やっぱ単元株だな。早く目指して。あと15万円ほどあれば。単元株。まあ、年内厳しいかな。
まあ、来年春ぐらいまでには単元株に持っていきたいですね。50株買いました。毎週して。はい、今日はですね、JT 日本タバコさんから、中間配当のお知らせと業績報告書が届きました。はい、ご視聴ありがとうございます。